皆さんいかがお過ごしでしょうか。真小笛篠笛奏者の山口元文です。今回は、自分がですね納得できるような、音作り、そのために、してきたこと、やっていることなどを少しお話しいたします。よろしかったらお付き合いください。笛を吹き始めた頃、もう40年以上前の話ですけれども、当時はですね、あまり、考えずにとにかく太鼓に負けない大きな音、そして遠くまで届くような音、こういうのを目指してただもうがむしゃらに吹いておりました。稽古の時もみんなが太鼓を叩く中で、一人笛を吹かせてもらって一緒に吹く、それから朝食前に昔は10キロのランニングという日課がありまして、僕はあまり走るのが得意でもありませんし、そんなに好きでもなかったので、随分サボりましたけれども、それでも、10キロ走ってですね、その後に、笛を吹くということをやっておりました。これは僕だけではなくて、その頃のメンバーはみんな走った後に笛を吹くということをやっていてですね、何を吹こうが自由なんですけれども、僕はロングトーンをですね、一生懸命、そうですね、一生懸命やったといっても3分か5分ぐらいでしょうかね、やっておりました。息の上がった状態で、全力で吹くということをですね、それからその、僕たちの宿舎なんですけれども、その走った後に、吹く場所なんですけれども、北向きになってまして、風が強くて大変なところだったんです。特に冬などは、ものすごく強い、寒い風がですね、こうバッと吹いてくるわけです。そこに向かって、向かい風の、の中で、笛を吹くと、こういうことをやってきたわけです。これが、どのぐらい今になって役に立ったのか判然としませんけれども、少なくとも、その中でですね、呼吸とか、それから口の形とかが少しできてきたのではないかなと思っております。そうやって大きな音を出すことだけをですね、目標に舞台当初やっていたわけですけれども、だんだんやはりもっと歌うこととか、それから音色についてですね、特に音色、これが非常に大事なことだとだんだん考えたというよりも気がつきました。そこで、自分と笛の関係をですね、改めて見直すということを少しずつ始めました。自分と、笛の関係を見直すということを始めたんですけれども、笛を構えた時にですね、どんなポジションがいいのか、笛と自分の関係ですね、物理的な関係、例えば、こうやって口に当てた時にですね、まずこの上下の角度ですね、これがどこがいいか、それから前後の角度、ね、これもどこがいいか、それから、メリとカリですね、吹き込みのこの角度、どういったものがいいのかとか、そういうのを少しずつですね、こう一番いいポジションを探していくわけです。この角度というのは、吹いてみれば分かりますけれども、大体ある範囲の中で収まるようになっています。上下ですけど、もうここで出なくなりますね。上の方もですね、もうこの、状態で出なくなります。それから、前後ですけれども、こういうふうに、ある程度、吹けば、この角度は決まってきます。そして、今度は口の形、クラシックの方ではアンブシュアと、言いますけれども、それからこの口のこの開ける、息の通る、ところですね、この、息の通り道のことですね、この加減ですね、これはアパチュアと、言いますけれども、この2つを、いいこの通り道を作るために、この周りをどうしたらいいかということをですね、あれこれ、探すわけです。ちょっとしたことでやっぱり、笛というのは、音色、それからボリュームいろいろ変わってきますので、この辺を、ゆっくりこういろいろ、変えて、研究、研究というか、探りました。
唇と歌口の関係ですけれども、これもいろんな、方がいらして、必ずしも、この唇の真ん中とですね、この顔の正中線と、この歌口の、真ん中を合わせる必要はないと思っています。というのも、皆さん唇の形というのはそれぞれ違いますので、まあ、一番こう凸凹の少ないところで、当てるのがいいんじゃないかと、思って、やっています。まあ、自分は割と真ん中でやっています。まあ、中にはこういう風な人もいますし、まあ、逆の人も、いると思います。まあ、あまり見ませんね。こちらの人が多いですね。この口の中の話なんですが、実はこれ僕意識したことがなくてですね、最近になって随分、どうしてますかと、言われるようになりました。いや、どうしてますかと言われても考えたことも、こうしようとか実行したこともないんで全然わからないんですが、まあ、あいうえお、まあ、母音ですね、これの、まあ、中のどれかに、だよと言われてるんですが、まあ、ちょっと自分でやってみたらば、まあ、いとかえですね、まあ、閉じる、下をこう完全に上げて閉じるということはまあありえませんけれども、わざとこう大きく広げてですね、意識して、吹くということもありません。まあ、自然に、なるがままにですね、僕の場合は、まあ、若干えとかいといった形のまま吹いております。まあ、吹き始めの頃はですね、この僕はこう引き気味に口角をですね、かなり引いて吹いてました。まあ、口角を、まあ、引くとですね、まあ、ここがこうちっちゃくなって、なんか鋭い音が出るんじゃないかということで、そういうふうにやっていました。でもこの方法ですと、逆にですね、なんかここがコントロールしにくいんですね。こう張ったままで、緩めたりするっていうことがあまりうまくいかなくて、それから何よりもですね、ここが疲れるんです。かなり、疲れるので、だん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 それをこう緩めていった方がいいんじゃないかなと、まあ、緩めるというかリラックスさせて吹けないかなということで、こういうきつい、口角の引き締めからだん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 こう緩く吹くように、まあ、変えていったわけです。まあ、この方が、音は、こう膨らみがあってですね、この状態から絞ることもできますし、さらに緩めるということもできるんで、まあ、中ぐらいのこう緩み具合といいますか、緩み切ってもいけませんし、引っ張りすぎてもいけないなという、感じで吹くようになりました。それからメリカリ、この、まあ、メリカリというのはですね、まあ、音程の、まあ、音程というか、ピッチの修正によく使うんですけれども、まあ、メレバ、低く、カレは高くなるんですが、まあ、こういう、効果が得られるんですが、これ非常に、音色に関しても、このメリとカリ、この角度ですね、吹き込みの角度というのは非常に大事になってきます。自分の場合ですと、まあ、このぐらいが一番吹きやすいですし、まあ、音もこう、音色が濃くなるような感じがします。それからもう一つですね、この唇にこう押し付けるということを、これも結構意識でするようになりました。これが軽く当てた場合、それから奥にグッと押し込んだ場合とで音色がだいぶ変わります。緩い状態からちょっとやってみますね。まあ、こういうふうに、緩く当てた場合と押し付けた場合、かなり音色が変わってきます。楽器の構造上、この笛というのはですね、まあ、フルートもそうですけれども、この指穴をですね、塞げば塞ぐほど音が出にくくなるんですね。こう充実した音が、出ません。まあ、これをどうするかと、この時にですね、どういうことをやったかと言いますと、まあ、6とか、まあ、7ですね、これ非常に音を出しやすいんですが、こうやって、一息です、音を連続して出すという稽古をしました。なるべく指が変わっても音質が変わらないようにですね、こう、工夫するわけですね。
それでもどうしても、下の方というのは、こういい音に、まあ、充実した音に、ならないんです。これはあの高い方でも同じです。あの管に行ってもまず、よく出る、まあ、6でもいいです、5でも、まあ、4でも結構ですけれども、その音を、出して確かめた後に、息を切らずにそのまま、下がっていくということですね。こういう練習を、よく今でもやっております。まあ、良い音というのはですね、まあ、決して一つではないと、その曲の、表情に合った表現に合った音が、良い音に、なるのではないかと思っております。ここまでのお話なんですけれども、まあ、これがまあ、これをご覧になっている皆さんの、お役に立てれば、それはそれで大変結構なんですけれども、ひょっとしたら全く役に立たないかもしれません。それでも大事なことはいろいろなことをこう試してみるということです。まあちょっとした角度、ちょっとした動きで笛の音というのは随分変わってきます。ですからこういうことをやっているとですね、昨日まで出なかった音が出たり、それから昨日までの音よりもさらにいい音が出たり、それから何よりも自分でこうコントロールできる技術がつくんじゃないかと思っております。大変大雑把な話で申し訳ありませんでしたけれども、今日はこの辺にいたします。